高橋由一チャンネル。新聞報道でですね、うん、日銀国債買い入れで空振り対抗って出てたんですけど、よくわかんないんですこれはかなりちょっとテクニカルな話だけど、はい、ちょっとまあお勉強っていうかね、はい、国債市場のお勉強で、はい、おそらくこういうのは携わる人っていうのは金融機関の中で、はい、まあ例えば銀行なら銀行の中でもごく一部の人なんですよね、はい、で銀行に勤めてどんな仕事をするかっていうと、まあ預金の仕事は今ほとんどないんだけど、はい、貸し出しが主で、はい、それで貸し出しをしない人っていうのは株式買うか債券買うか、はい、でそういうふうに分かれるわけね、はい、預金はまあまあほっといても来るからあんまりもう、うんやる人少ないんだけど、貸し出しやる人がすごく多くて、はい、でも預金に集めたのは貸し出しが全てじゃないから、その貸し出しに回んなかった分は、まあ、実は株式多かったりする、はいはい、それとあと株式じゃなくて債券を買う人もいるわけね、はい、でこの債券の買う人しかこれはあんま関係ないね、はっきり言えばね。だからこれ金融機関の人に聞いても銀行の人に聞いてもね、はい、おそらくほんのちょっとしか、あのこの、国債買い入れで空売り対抗っていうのは何でですかっていうのは答えられる人は少ないと思うけどね、それは仕事としてやってないから、はい、やってないからですね、うん、でちなみに私はあれですよね、大蔵省に入った時に入って課長補佐って、はい、で奥田省ってのは課長補佐っていうのが一番油乗り切って若いしね、はいはい、バシッて全部仕切ってやるんですよ、はいはい、課長になるとも管理職になるから、はい、選手じゃなくてコーチみたくなっていくんですよね、はい、で課長補佐が選手なんだけどね、はい、その時に、私は国際課っていうところに、はい、その課長補佐ってしてるんですよ、はい、で課長補佐してる時にこの空売りとかね、はい、対抗って言ってね、この市場の中に実は私入ってってやってたんですよ、うん、あ、そうなんですか。そういう時は今はもうやってないみたいですけどね、はい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 、だからここはちょっとね言ってみるとプロなんですよ。プロだったことがある。なるほど、はい、それで日本銀行が今ね国債を買い入れると、はい、で買い入れる時に、まあ、民間金融機関は一番簡単なのは自分の持ってる国債を売ればそれっきりなんだよ、はい、で自分の持ってる国債を売って日本銀行を買うっていうんだったら普通の取引で終わるわけね、はいはい、それだけだと面白くないから、実はちょっとそういうその持ってる人以外の人もね、はい、実は国債を日本銀行を買うから、はい、売ろうというふうな思惑があってね、はい、それが空売りってやつで、どういうふうにやってると国債持ってなくて売れるのっていうと、はい、売れるのは売れるんですよ。どういうふうにやるかっていうと、後で国債を手に入れて渡しますよっていうことを言って、はい、今手元にいなくて売っちゃう、はい、で思惑で動いてる人なんで、はい、で思惑、どういう思惑があるかっていうと、後で国債仕入れる時にその国債が、うん、安くなってるっていう思惑を持ってると儲かるじゃん。うーん、今の値段で売ってるんだけど、後でその手当てすると、はい、それを安く買えるとっていう思惑があったら、これやりたくなるじゃん。手元資金なしでできちゃう。今仮に100円で売れたと、はい、で後で95円で入手できるって分かったら、はい、そうですね、5円儲かるじゃん。儲かります。でもこれは後で国債が安くなるっていう前提でしょ。まあそうですね。はい、というと思惑だらけの人たちだ、ね、だこの思惑だらけの人たちがいるのは間違いないんで。これは今の国債の話したけど、後で安く買えるっていうのは、実は金利と価格の関係はちょっと逆なんだけど、はい、後で金利が上がるっていう予想を立てている人が、はい、この空売りで思惑で参加してるんで。金利が上がると価格が安くなる。ここがね、まずね、はい、普通の人でね、金利が上がるとなんで価格が安くなるかって、はい、瞬時に分かりにくいんで、そういう分かんない人はこういうには絶対手出してない価格と金利の関係っていうのは割引率っていうのを考えてみると分かるんだけど、例えば 10% の金利だと割引率はだいたい1割になるわけね。1割、はい、5% の金利になると割引率は 5% になるわけ、はいはい、ということは、1年の金利で、はい、仮に 10% だったらその債券の価格は90円になるんで、はい、10% の金利の時ね、はい、でももし 5% の時には95円になる、うん、だから要するに金利が、うん、高いほど価格が低いっていう、うん、そういうふうな、でこういうのを瞬時にいつも計算したりしてね、うん、やらないとはい、マーケットってのはできないから、はいはいはい、ちょっとプロフェッショナルでしょ。
逆に言うとね、日銀がこれかあの金利を維持したら、はい、その空売りしてる人たちはみんな干上がっちゃうんだよ、はい、ああそうですよ、それはそうだよ、だって国債なしでやってて、はいはい、後で金利が上がる価格が下がるっていうのを思惑でやってるんだけど、はいはいはい、意に反して意に反してもし価格が上がっちゃったらね、はい、もう高いのであれじゃ仕入れなきゃいけなくなってみんな潰れちゃうんだよ、ね、だからこれは勝負なんだよね、はっきり言うと次の総裁になったらもっと利上げする、そうそう、だからずっとそのだけで、うん、そういうふうなあの次のマークをやりながらね、はい、その債券の市場でね、いろんなあの駆け引きとの中で取引が行われてるってことの話ですよ、うん、あそういうことなんですね、うん、でもこんなの超プロフェッショナルな話だからその人には関係ないけどね関係ない、なんで報道するんですかね、うん、なんでこれを報道するんですか、あの、ね、ネタとして、ね、報道することないからでしょ、報道する日経なんか関係ないんだよ、ね、こんなの報道したってねでもなんかなんとなく自分は専門誌みたいなこと言ってんじゃないのそうなんですね、解説したとこんな感じになるよ、空売りってんのはあの債権なしで物現物がなしで後で手当てしますっていうんで売るってことだよ、はい、えなんかでも日銀が懸命の国債買い2日で10兆円金利が上がるっていう、要するに金利があの上がりそうになると、はい、あの金利が上がるっていうのは債券価格が下がるっていう意味なんだけどね、はい、そうすると国債をたくさん買わなきゃいけなくなって、はい、10兆円っていうのであの買って一生懸命あの価格を維持してる、金利を維持してるっていうのをあの、言いたいんじゃないの、金利が上がればこの空売りかけた業者の貸しだし、もし上がらなければその業者はみんなバタバタバタって大変なんだそういうバトルが今行われてるってことですよ。でも大きな流れで見るとなんか上がる方向にしか思えないんですよ。そうだよ、上がる方向にしか思えないんだけど、そのタイミングっていうのはあるから、あタイミング、うん、タイミングっていうのはあるから、あのそんなあの上がる方向でなんてんでマーケット取引できないから、あそうだ、当たり前じゃん、いつ行っていつ打ったってんのが決まってくる、上がる方向でなんてそんなもんは長い目で見るっていうことじゃない、意味ないよ要するにそのタイミングピシャッと当てて儲けなきゃいけないからさ、だからそこはだからあれ上がる方向でなんて言ってるって言ったら、うん、テレビの解説者みたいな話で全く意味のないコメントになってしまうよそうなんですね、うん、実際に取引してるといついた時、はい、明日上がるか上がらないかその話ばっかりで、もうそうそうピンポイントで当たり前じゃんだろ、こんなもんだ、それがプロフェッショナルだって言ってるじゃん、はでそのプロフェッショナルの動きをね、まあちょっと故意的に考えるとね、ちょっと書きたかったのかなと思うけどねどうせ書いてる書いてる記者もど素人だから、はい、全然臨場感ないと思うよ、はい、あんま理解してないで書いてるってことですか、聞いて書いてるから、聞いて書いてるんですだって自分でやってないもんな、確実だもん、そうでしょ、いやでもこれ普通の人だったらまずできないもん、で金融機関だってそういう風な債券ディーラーってね、独特のポジションにないとできないもん、そうです、で役人だと私でも国際化のそのポジションでね、うん、それで国際化だとあのそういうポジションで実際に売って買ったりすることできるんだよね、うん、そこに私ついてたからできるんだって、うん、そこについてない人全然そんなのやったこともないから何パーか分かんないよ、新刊ですけど新知性学入門よろしくお願いいたします。